404です。今回はこちらです。今年もこのチャンネルではミニヒマワリを栽培していきます。今年はモスの日にモスバーガーでいただいたヒマワリの種も育てますので、大小違う大きさのヒマワリを同時進行で育てていくことになります。今回この動画ではミニヒマワリの種を植えるところまでやっていこうと思うんですが、まずはその前にこちらをご覧ください。どうぞ。はい、というわけで今日まで大事に保管しておりました、こちらが去年のひまわりから採取した種です。いやー、いつかね、自分が育てたひまわりから種を採取して、それを翌年育てるということをやってみたいなと思っていたので、今日この日が来たことがすごく嬉しいです。しかしですね、これまでの栽培動画の中でも何回かお話ししたことがあったかもしれないんですけど、市販の種からひまわりを育てて、そこから種を採取しても、その種からはひまわりは育たないらしいんですよ。なので、その話通りであれば、ここにある種は無意味なものなんですね。まあ、あくまで人から聞いた話で、自分がやってみてそうだったっていうことではないので、まずはね、やってみようと思います。まあ、でもじっくりと採取した種を見てみると、1番と3番がね、ちょっと頼りないかなと思うんですよ。こうやって見て触った感じ、細長くてスカスカの状態なので、これはあんまり期待できないのかなと思います。でも2番と4番はそれなりにね、ふっくらしてて、しっかりした種なんですよね。数は少ないんですけど、4番が一番しっかりした種なので、これがね、なんとか育ってくれるんじゃないかなと、すごく期待しております。あとはですね、こちらの去年の残りの種も使ってみたいと思います。こちらの種は有効期限が切れてしまってはいるんですけど、多分大丈夫だと思うので、これらと一緒に育てていこうと思います。それではやっていきましょう。今回はこちらの16分割に区分けされたトレイを使っていきます。使う土はモスの日のひまわりで余ったものがありますので、こちらを使っていきたいと思います。まずはこちらのトレイに土を入れていきます。はい、大体いいんじゃないでしょうか。それでは1列に1種類ずつ種をまいていきます。まずは1番の種ですね。こちらはちょっと頼りないので、1箇所に3粒ずつまいていきます。次は2番の種です。まあ、そこそこ期待が持てそうなんですけど、数が結構あるので、こちらも3粒ずつ撒いていきます。次は3番の種です。こちらはちょっと大丈夫かなっていう感じなんですけど、これも3粒ずつ撒いていきます。
最後は4番の種です。こちらは4粒しかないので1箇所に1粒ずつ撒いていきます。最後に水を与えます。はい、種まきができました。同じような感じで別のトレイにも種を植えました。向かって左側の列が市販の期限が切れた種を植えました。残りの3列は1番と2番と3番の余った種を植えました。1番と2番に関してはかなりの数が余っていたので4粒ずつぐらい入れてしまいました。ちゃんと芽が出てきてくれますかね。はい、というわけで今年もミニヒマワリの種をまいてみました。まあ数打ち当たれじゃないですけど、かなりの数の種をまいてしまいましたね。でもね、ほとんどが芽が出る保証のない種ばかりなので、これまでやってきたミニヒマワリ栽培動画でも難易度が一番高いんじゃないかなと思います。とりあえずね、芽が出てくれないことには何も始まらないので、しっかりと水やりをやって見守っていきたいと思います。そしてこちらのミニヒマワリ栽培と同時進行でモスの日にいただいたヒマワリの種も育てておりますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。